皆さん新年明けましておめでとうございます。今年もお願いします。今年もよろしくお願いします。ね、今年もよろしくお願いします、はい、ね、菊ちゃん、はい、ついに明けました、はい、2024年、ね、はいね、はい、まあ、今年はまだ2024年、まあそうなんですけどね、まあちょっと実感はないですが、はい、ね、まだない。それでね、まあ2024年、はい、もうね、やりたいことは相変わらず山ほど、うん、ね、ね、本当今の時点で2月まで、はい、もうあの配信は決まっておりますので、はい、もう本当にやることは山ほどあるんですが、そんな中、はい、ね、昨年同様、はい、私が2024年やるべきこと、はい、やることリスト、はい、ね、ちょっと作らせていただきます。いやでもこういうのやっぱ一回作っとくの大事ですからね。そう、今年はもう現実的、はい、現実的なもうやることリスト、はい、作らせていただきました、はい、いやちょっと見ていきましょうよ、現実的な、はい、まずね、はい、あーでもすごい、下からいきます、はい、マサボー君の FX、はい、はいはいはい、あのもうフレームどんなる状態で入ってきた FX、はいはい、実はこれもうエンジンかかるようになっております。すごいなぁ、すごいなぁ、エンジンはかかるようになっております、はい、ですから、はい、今後何をやるかと言いますと、はい、マサボー君が外装とかするんですよ、はい、あれを見て、はい、やっぱりぶっ込みのタク、はい、世代の人は分かってると思うんですけど、はい、下道の下道の秀人君仕様、そう、これはもう俺はパッと分かんないですけど横木はね、ぶっこみ世代じゃないです、ぶっこみ世代で、俺はもう昇爆世代なんで、ちょっと分かんないですけど、僕はもうそっちも通ってるんで、うん、あのパールホワイトの感じで来たってことは、うん、まあ正坊さんがそのつもりじゃないかもしれないですけど、うん、なんとなくイメージするのは、うん、そうだやっぱり横浜下道の秀人君のそうですバイクを作るんじゃないかと、これは、はい、もう作って、マサボー君も、はい、もう一回こっち来て、マサボー君実は後期恐怖症で、へぇ、そうなんですね、そう、あの狭い空間もずっといるのが苦手なんですよ、うん、はいはいはい、でも今回で、はい、楽しい方が勝って、うわ、すごい、大丈夫だったらしいですよ、だから今後はやっぱ年1回2回は、俺たちも年1回2回は向こう行くわけですから、うん、マサボー君たちも年1回2回こっち来ていただいて、はい、その時にマサボー君に乗ってもらう、うわ、これはいい、バイクはこれにしようか、いい、これは作ると思います、めっちゃいいですね、はい、これはもう絶対作ります。その FX がそれをやった後に横木の好きな形になっていくかもしれないですけどまずマサボー君がおそらく描いていたであろう完成形を、まあね、はい、これは菊ちゃんとかケントには言ってますけど、はいはい、ピンクのペグジェアでしょ、はい、あれも外装が全部こいつに乗るんじゃないかと思ってます。あー、 FX 単、はい、なぜなら、もう私、はい、ペグジェの外装は純正でキメちゃんに塗ってもらってるんです、はいはい、あれですね、あれですね、はいはい、それで私はちょっとペグジェをどうしても乗りたい、はい、なるほど、じゃああのピンクの外装はどっちにしろ外すつもりだったと、うん、そうです、はあ、そしたらこれにもう乗るなと、はい、それでこれも何回も言ってますけど、私の中学の時のルーティンで、はい、ね、地元の交番にピンクのFX が見に行くのが俺のルーティンだから、ね、だからその時に憧れた FX も俺は作りたいなと、なるほど、いやそうなんです、だから一個一個こう派生していくことがあるんでね、派生が多いんですよ、でもまずはってことですね、これね、マサボーさんの FX を作る、はい、そして次、はい、大悟くん、野崎くん、ツーリング、はいはい、これっていうのは結局大悟くんの GT38、はいはい、これがまあ前回のツーリングの途中で電圧が上がんなくなっちゃって途中リタイアになったんですけど、はい、これ思ってた以上に重大で、なるほど、もうダイナモとかレギュレーターとかレクションがいろいろ交換してもなぜか治んないんですよ、本当になんでこれ何なのかなっていうぐらい、それちゃんとテスターで全部測って、はい、オルターネーターとか、はい、全部大丈夫、ね、だけどなんでか分かんない、だからもうとりあえず今回、メインハーネスを含む電装をフルリフレッシュして、はー、大変な作業だ、ね、もう1から、でもこれはもう1月中に絶対直そうと思ってるんですよ、そしてなぜかというと、はい、野崎くんが一応1月中に中面取れる、はい、いやそれもね、新たな動きの一つとして、でこれもあのフルレスターのバブが前回のツーリングでいきなり調子悪くなった、はいはいはい、今考えると菊ちゃんのものってガス欠みたいな症状、はい、いやそうなんですよ ね、はい、ね、俺はキャブなのかなと思ってたんだけど、キャブはめちゃくちゃ調子いいはずなのよ、だから俺なんでこれ調子悪くなっちゃったのかと思ってたら、宇野くんはい、思ったんだ、はい、CM で CDI じゃねえ、
やっぱ電気なんですよね。CDI は俺3つも4つも持ってるんで、200すげえ、ね、だからちょっとそれと入れ替えてみよう。なるほど、ね、それで調子が良くなったらもう今度こそよ、はい、大悟君とか正坊君が死にかけようが、はい、1月もっと寒い時だ寒い時ですから ね関係なしに、はい、フルコース割とじゃあ早めにこの辺大悟君、正坊君関係のは早めにスタートするかもしれないというか、うん、やっちゃうべき。これだけはもう最初にやんないと。1月にはもう免許と、2月ってもっと寒いでしょ。はい、はい、やばいですね。ね、もうすぐの話です。大悟君がもうとにかく早く早くなんですよ、38。もう欲しくてしょうがないわけですからね。で、宮古はやっぱり今乗るのが一番いいんだ。そうか。ああ、なるほど。真夏は暑すぎて。そう。その気持ちは分かるんで、とりあえず1月中にこれはやりたい。おー、早急なやつだ。ね。はい、で、正坊君のは、はい、まあ、こっちはバイク山ほどありますから、はい、ゆっくりよ。まあ、そうですね、はい、急ぐことではないですからね。そう、ゆっくり。はい、それで次8。はい。ね、VMX クーリング。これがね、今熱がちょっと上がってますからね。はい、これは、あの一番上がってるのは菊ちゃんです。私です。はい。菊ちゃんはホンダ党なんで、はいはい、本当は諦めてたんですよ。4サイクルはないだろう、はい、4サイクルしかないだろうと。2サイクルで僕が欲しくなるやつはないだろうって思ってたんですけどね。あの要はあの最新型っていうか、まあ、あのあるんですよ、2サイクルとかの。そうですね、あるんだけど、はい、菊ちゃんがだからヴィンテージで言うと、はい、俺たちもそんな詳しくないんで、はい、ないと思ってたのが、それが見つかっちゃったんです。水冷とかそういうのをちょっと新しいのは知ってるんですけど、シーガーレムみたいなね、そういうのじゃないので見つけちゃってね。うん、そうで、その、うん、名前が何でしたっけ？エルシノワですね。エルシノワ。MT250 ですかね。これがね、125と250あるんですけど、125は意外とあったり。まだそうですね。まだ DM でありますよって来たりする。あ、そうです。ありがたい。250がなかなかなくて。これを菊ちゃんはどうしても手に入れたいと。めちゃくちゃ高いです。それが8台目になる。そうです。で、菊ちゃんはもう、はい、あのジャメリカンブーム腐ってますから。いや、そうなんですよ。吹けちゃったよ。菊ちゃんは腐ってるんですよ。いや、あの、めちゃくちゃいいんですけど、やっぱちょっと癖のあるバイクだったんですよね、あれね。俺はホンダがそんな癖あるバイク作るわけないと思ってるんですよ。いや、だからでも横にも乗っておかしかった。感じたじゃないですか、うん、直進性はいいけど曲がるときにちょっと違和感がある。そうなんですよ。だからあれが僕が持ってるあの車体だけなのかどうなのかがいまいちわかんないですけど、一回あの LA フルノーマで乗ってる人乗らせてもらいたい。あ、本当ですね。逆に本当あの改造してない人よ、はい、あのその人にどういう乗り味なのかを DM で聞きたい。あの直進性はいいんだけど曲がるとき違和感あるよね、はい、低速で曲がるときのその違和感というか、うん、そう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 。だからあのステムとかやってもらったんで そこの調子はいいんですよ。動きが悪いとかじゃなく、だからフロントフォークもオーバーホールして、はい、ステムのグリスアップも全部して最高の状態に持ってったにもかかわらず、はい、違和感がやっぱすごいんですよ。だからそこをキクちゃんは満足してない。そうなんです。だからちょっと乗りにくいバイクってやっぱ乗らなくなっちゃうじゃないですか。そうキャンプデイキャンプやれたら面白いですけど、ね、面白いなと思ってるんですよ。だってあの野崎くんなんて超バリバリキャンパーですから。あ、そうなんですね。野崎くんはもう年末年始の冬キャンとかバリバリやる人ですから。あ、すごい、はい、趣味だな。それで実は馬場ちゃんもそういうの好きだし。そうですね。ね、だからあのこういうデイキャンプでもいいんでやってみたいなと。俺は正直この VMX はハイエースに積んでどっか行きたいぐらいですから。なるほど、長距離あんまりね行くバイクな感じじゃないですか。積んで同時行ってキャンプしてる中でちょっと乗るとか乗ったりして、ああちょっと山というか、ね、そうそういうのもいいんじゃねえかなと。いいですね。そして、はい、7位いいですね。ああ来ましたよ、結果よ、はい、釣岡さん。ね、はい、去年、はい、会いましたけど、はい、プライベートで、はい、1回も何の絡みもなかったんですよ。そうでしたっけ、はい、だから結局あれ1年が早すぎて、2023はそうこれ絡みなし。そう、あ、何もないですね。もう絡みよ。確かに。だからまあね、俺もほらチェーサーに LSD 組んだりあれこれしてるんでね、はい、ドリフトをやってみたり、はい、どういう人やってみたり、はい、野崎くんとか中丸氏を連れてね、はいはい、釣り対決行ってみたり。釣り対決、はい、で先ほど言った和歌山、はい、
で一緒に川遊びしたり、あいいですね、ね、そういう一緒に釣りしたり、だからまあ何とは決まってないけど、はい、まあせっかくなら1回ぐらいいいかなと、まあね、続きまして、はい、GX71、はい、路上譜、はい、これ辺はでもやっぱりもうね動き出したわけですから、ね、これはもう1年がかりだと思う、うん、本当に、はあ、1年がかり、まず、はい、完全復活はもう1月中にできるっつってましたけど、あ、はい、路上、まさに路上復帰ってだけなら、そうです、でもこっからですから、マフラーを作ったり、そうですね、理想の形にしていく、ね、そう、もう車庫帳を組んだりホイールを探してこれだってホイールを組んでみたり、俺が当時のそのゲインズを使った配素か、もう配素仕様、いやもうその辺が俺はもう全然わかんないんで、ちょっと仕上がるの楽しみにはなりますけど、ね、そう、ここはやるしかないなと、ああ出た、ね、やるしかない、やるしかねえ、そうやるしかねえは俺に、はい、あの胸板ってあだ名をつけられて全然来ないんですよ、いやでも来たいって言ってましたけど、ね、でもこの BM ツーリングの時は、はい、あのまあ、やるしかねえは BMX ではないんですよ、はい、あの要は 250TR っていうのはバイソンの、はい、ね、はい、あの子孫みたいなものですから、はい、復刻版みたいなね、そうそうそう、形で出たもん、だからその時に、まあ、やるしかねえが来る可能性もありますけど、あ、まあ、ついにいいかもしれない、はい、この71に関してはよ、はい、もう全部出来上がったら、はい、本来はちょっと北海道も行きたいんですよ、わ、うん、あ、地元に戻るね、北海道も遠いでしょ、まあ、そうっすね、遠いですね、行くとしたらフェリーで行くじゃない、あ、はい、フェリーで、はい、そしたらこれ俺車庫ベタベタにしちゃうから、はい、フェリー乗んないんですよ、いやいや、やばいですね、あんまり、ね、あんまりベタベタにしない方がいい、そうだからベタベタにしないってこと中途半端でしょ、だから俺は車高、あの車検が通る最低地上高をね、もう作った時点でがっちり測るんで、ね、それ以上でもそれ以下でもないんですよ、もう車検がドンピシャで通るところまで落とすんで、ね、それで乗れるか乗れないかですから、そして、はい、向こう、はい、全国イベント、はい、はいはいはい、ね、これもう、一回お話ししましたけど、はい、もう決まってるのは、はい、名古屋オートフェスティバル、はい、これ100行く、もう100ですね、それで PMC さんの Z 祭りも、はい、今年ほら、うん、雨降って、まあ、ちょっと万全ではなかったですよね、万全ちょっとね、100じゃなかったです、うんうん、ツーリングの日はね大丈夫でしたけど、めちゃくちゃ良かったね、はい、まあ、でもイベント当日も途中ちょっと雨降ったりとか、そう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 、だから一回行ったからさ、はいはい、もう分かるじゃん、そうですね、だから俺は四国行きたい、おお、はい、渡るってことです、渡りたくない、渡ってね向こう側ね、ああいいっす ねだから一泊したいね、はいはい、四国も、ああうわ、四国もいっぱいありますからね、いろいろね、だから BMC に車を貸してもらって、はいはい、うわバイクで、うわ、なかなかですよ、はいはい、一泊もう4日間休んで四国、うわ行こう、ちょっといいです ねなんかやっぱり四国 いろいろ行きたいですから行こう、はい、そして、はい、疲れ切った顔で Z1 祭りその前に遊び尽くしてボロッボロの学校で行って、はいはい、行こう、でもまあ理想ですね、そうなれば、はい、ね、はい、でまあ、はい、その他、はい、まあ何箇所かね、はい、行ければありがたいけど、はい、まあ最低そこは行こう、はい、でまあ、あの2箇所はね、はい、2箇所で続きまして、はい、あ、でこれもつながりますね、そういう意味では、国内もの GT38、はい、横田君から買いましたね、はい、だこれを一回里帰りさせるか、まあいいですね、ちょっと余って里帰りさせるか、逆に横田君とか PMC さんっていうのはこっちに営業でめちゃくちゃ来てるんで、はいはいはい、その時に休みを絡ましてこっちに来てもらって一緒に神奈川をツーリングする、あ、乗ってもらうっていうね、そう、それもいいかなと思ってます、確かにね、でこちらね、はい、ね、GS ホーク KHGT といえば昭和ツーリング、これですよ ねこれ1台1台車両の、紹介をしながら、はい、昭和好きの我々があれこれ話して、はい、キャラとしてツーリングをするだけ、それだけ、いつもと同じことを昭和って名前を使ってるだけで、はい、いつも同じことですから、でももうなんか近づいては来てた感じしますけどね、そうそう、もう車体は全部出来上がってるんで、はい、ね、だからまあ今回はもしかしたらよ、野崎船長いるんで、あ、はい、フォーク大好き野崎君いるからね、はい、まああとは昭和といえば黒瀬君ね、まあそうですよね、だから野崎君が俺の7個下だから昭和なのかな、はい、あ、そんなに世代ではないかもしれないね、ちょっと聞いてみよう、は
まあ、とにかくこれは昇格で盛り上がられる人間じゃないですか、ね、はい、ね、ここはでももう車体出来上がってるんで、すぐ、はい、で続きまして、はい、KZ 線 MK2 or、はい、Z1 というレストラン、これはもうすぐです。2023には動けなかったやつですけど、そうです、もうおそらく春までにはエンジン、はい、1、2、3、やっぱ寒いんで、この時間に、はいはいはい、なんとか組めんじゃねえかと思ってるわけです、はい、だからこれは本当に面白いと思いますよ、うん、リプロの部品をどん使いまくって、はい、どんだけ新車に近い車体が作れるのかっていう感じでやりたいと思ってるので、やれ仕様とか当時もにとかこだわるつもりじゃなくのってことですね、もうとにかく菊ちゃんが一番好きな新車仕様、あ、じゃあもうビッカビカのができるってことですか、ビッカビカのします、楽しみ、はい、だからもう一切の妥協なく、あ、ここちょっとっていうところは全部、ここは菊ちゃん大好きちゃん楽しみ、わ、いいですね、 PMC さんのものをたくさん使って、そうです、そうです、うん、で1位がね、はい、これがもうちょっと去年やり直す残した最大の、はい、CBX400F、はい、レブエンジン、はい、これはちょっともう中丸くんにキャリー同様ちょっとネタを横取りされてるんで、ね、もうソリッド外装向こう作られちゃってますから、ね、そうなんです ね、だからちょっと俺たちにとってはちょっと乗り気でもないですけどいや俺は乗り気ですよ、はい、俺はやっぱりでこれを出来上がったら、はい、菊ちゃんの地元、はい、横須賀行って菊ちゃんの当時そのちょっと寄り道したようなとこあるんですか、はい、いやもうでも本当に、まあ、正直それはもう今、うん、今横須賀のツーリング行った時のあの道はいつも俺がやっぱ走ってた道なんで、はい、ほとんどはやっぱり、うん、だからもう普段から思い出はもうやらせてもらってます、ね、というわけでね、はい、もうやることです、楽しみ、これ今回は現実的です、現実的ですね、マジでこれやらねえんじゃねえかっていうのは、はい、俺の中では BMP これだけ、まあでもこれは単純にね、もう佐田さんがバイソンで走ろうよってなったら、うん、もう別にすぐやるだけの話です、あとは菊ちゃんが買えるか買えないか、いやそうです、そうか、もうローン組んででも欲しいと思ってます、うん、だからまあ今度一回、あのバイク屋さんであるとこがあるんで、そうですね、一回そこで現物を見てみようかと思ったの、要はほら見たことないから、あ、菊ちゃんも俺も、はい、電車を見てないんで、実際ね、そうですよね、これ全部いけるでしょいやと思いますね、今回は2024年以内に、うん、いける、全部、いないは絶対無理です以内は絶対無理です、やりたいことが他に出てきちゃう、確かに、でもういつものようにこっからの派生が出るんで、本当よ、今のところでも全部やることが1月から3月の間に全部行われてましたもんね、そうな、無理です無理です、これ1年でも無理だと思いますけど、この中でさ、ね、本当に和歌山行きたいとか、はい、北海道行きたいとかで、宮古絶対行くじゃん、はい、でも宮古もクリアしましょう、もう俺行き倒したから、ね、だからもしかしたらちょっと今年は、はい、ほらあの大悟君たちも来てくれるし、はい、半分にして他のとこ行ってもいい、まあそうですね、いやだからその横人がいつも言ってる沖縄の本島の方にもお知り合いの船長さんがいる、そうなんだよ、はい、電話とか LINE だとめっちゃ盛り上がるんだけど会うと盛り上がんないシャイな船長、シャイな、ね、シャイな船長がいるんで、沖縄本島行きたいね、まあ、それはね横に結構前から言ってたんで、その船長と行きたいっていう、船長は FX とかも持ってるし、ほうほうほう、車も持ってるから、あのいつでもいいよ案内するからって言われてんの、なるほど、そうだから、あの沖縄本島、あっ、あれなんかまた新たな派生が生まれた、思い出した、11月に沖縄のオートフェスティバルみたいな、はいはいはい、やってたんです、あ、沖縄本島でやる、本島、俺それは絶対行くって決めたんだ、あ、来年は行こうみたいな、じゃあ2024はそう、え、沖縄でそんなじゃあ規模でかめの、めちゃくちゃでかい、へえ、あ、じゃあそこに合わせれば、うん、船長とも会えたりするかもしれない、会える、だからもう決めた、はい、決めた、すみません、このイベント、はい、沖縄は、沖縄が追加された、はい、それで沖縄でバイク乗り倒します、はい、多分この俺イベントにバイク持ってくと思う、へえ、そんなに、それで沖縄以外とほら旧車街とか暴走族多いから、
潰されて嫌だな、やだ、正座を正座をさせられる、嫌だな、やめましょう本当だからまあ沖縄は行きたいね、うん、自分のバイクをそういうイベントだったりやっぱどうせだったら持ってきた、はい、だからまあとにかく皆さん、ガレ横がやっぱり死んだらダメですから、ね、皆さんもバンバン見ていただいて、ね、皆さんも ね見ていただいて、とにかくやることいっぱいです、いやでもちょっと楽しみです、ね、2024も楽しみです、もうこれももう全開で駆け抜けますから、これ最低10個生まれてますね、すごい、やりましょう、10個でしょ、3本だとしたら30個ね、月何本、月は週2本だとして8本、だから80、100本ぐらい作れるんでしょ、年間で、そういうことですね、だからもうまだまだよ、まだまだ足りないと、足りないよ、これじゃ足りないっす、これじゃ全然足りないわけよ、確かに、ね、だからそうなったらもう、はい、多分派生して、はい、いろんなとんでも動画ができるんでしょう、ね、ね、ちょっと本当いろんなタイプの動画出ると思いますけど、ね、全部見てください、ね、というわけでね、はい、2024年も皆様よろしくお願いします、もうそうなると、はい、菊ちゃんが当時仲良かった、はい、ソリッド女子、はい、いや仲良かったとはあれでもないですけど、菊ちゃんに二血してもらって交互に乗ってもらうっていうのもありですからいやいやね、そうソリッドの子は正直同じ高校ですけど、うん、そんなに別に仲がいいとかじゃなかったんですけど、うん、また全く別で、うん、女の子だけど、うん、バイク乗ってた子がいて、うんうん、その子だったら今でも仲いいですよ、そうなんだ、すごい、もう結婚もして子供もいますけど、うん、ないのさ、その子は CBX 乗ってたんですよ、嘘でしょ、なんかでもそれは借りたりとか、誰かのとか、自分もでも一時乗ってたから、嘘、いや、その子が僕一緒に免許取りに行ったんですよ、柴先生現地の免許、もう誕生日が1日違いで、甘酸っせーテントには 100% ないことなんですよでもあれですよ、それと僕の元相方と3人で免許取りに行ったんですよ、原付の免許で、この子が早く取りたいから一緒に行く人行こうよっつって俺とその元相方を連れて行ったんですけど、俺ら二人だけ受かってその子落ちたんですよめちゃくちゃ笑って、で受かったらその後が講習みたいなの受けるんで、一人で帰って、あ、ごめんねっつって俺ら取るってで、またその2日ぐらい行って取ってました、田村地区行った、あ、行きました、行ったでしょ、田村、これ神奈川県民は田村塾ですから、田村武蔵野講習っていうのがあって、田村塾行って落ちたら相当ヤバい人ですよ、はい、落ちてましただから、いや相当ヤバいね、はいはい、でその子がで現地の免許は結果俺らのが先早く取ったんですよ、うんうん、でその子が今度単車の免許先取るんですよ、うん、わーってなって、うん、で俺もやっぱ単車を取るというか、うんうんうん、だからよくわかんない、女の子と戦ってましたよ、その人もちょっと会いたいね、バイク青春ストーリーすぎますよ、この人なんて何もないよ、何もない、一人でバイク取りに行きましたよだからまあ地元からまあそういうね、女の子まで、その人って今でも会ったりすんの、なかなか会う機会ないですけど、全然その本当に中学からの横須賀に住んでる、はい、友達なんで、へー、